も具体例ですか。なるほどなるほど。日本とね、その、まあ、日本でもテニスコーチしっかりされてて、で、まあ、その日本のいいところ、悪いところ、まあ、むしろちょっと悪いところで、ね、疲れ果てれて、向こうに行かれ、まあ、まあ、それは、ちょっと細かいところわかんないですけど、まあ、とにかく、思うんですけれども、なんていうのかな、うん、なんかすごく、これ男性か女性どっちの方が多いですかね。あの、両方一緒かな、まあ、確かにね。深いですし、実際はまあ、ちょっと、使ったことありますけども、やっぱり当たりが出ると全然いいと思います。ダメだったらすぐ変えてもね、いいと思いますし、はい。といった形で皆さんの、それはまあ学校文化でもあるんですかね。この子めっちゃ賢いけど、俺、うん、まあまあ、こいつには勝てないけど、このバカよりはマシだなみたいな、そういうのっていらないと思うんですよね。っていう勝手な個人的な感想なんですね。まあそういう人が一番伸びないかなっていうので、テニスの気になるお悩み相談。はい、今日も仕事内容を塗ってお答えいたします。ではちょっと行きましょうか。はい、まあいろいろとね、悩むこと悩むことありますよね。まあでも悩めるのが人間の本質ということで、はい、なんか適当な言葉並べてるような感じになってますけど、よろしくお願いします。高評価ボタン、チャンネル登録お忘れなくですね。はい、どんどん行きましょう。トシさん、トシちゃんになっちゃうね、最近仲良くなりすぎて。はい、もうこれは動画が上がってる頃は還暦すぎていらっしゃるかと思いますけども、私もトシさんを目指して頑張りたいと思います。はい、ファイナルラケットにニューエクストリーム MP が欲しいっていうのでね、ニューエクストリーム MP、 はい、今シダ着てます。はい、結構デザインも良くて、ボールもね、要はスピンとフラットが両立させている、で強いこうスピンが打てる、前よりもさらに打てると僕は個人的には思っております。なのでトシさんどうでしょうか。はい、次行きましょうか。丸もさん、丸もさんってちょっとお世話になった先輩がなんですけど、これはブルー丸もさん。はい、一般的なシューズの選び方4つの考え方というのでね、視聴者の皆さんからそれぞれの、ご意見いただいて、それを4つの考え方とね、勝手にまとめたんですけども、非常に参考になる。やっぱり実際にプレイされているので、メーカーさんとはちょっと違った切り口で、お財布事情もあるじゃないですか。かけるとこれならかけるけど、そうじゃないところっていうのでね、コメントいただいてます。ありがとうございます。初めてですかね、週2カーペット、週1オムニ、月1ハードでサーフェスごとにシューズ1足です。いいですね。アディダス、プーマは、足型合わず、アシックスも NX も合わないので、ここ数年はプリンスを1年で変えざるを得ない。年2足は変えています。あ、いいんじゃないですかね。うん。最低ラインこのくらい変えてれば問題ないと思うんですね。で、インソールもすぐに痛むので、合うものを探しています。100円均一で合わせるのはアイディアいただきました。ありがとうございました。そうなんですよ。まあ、とある、仲間は、貧しい国で働かせた頃、低賃金で働かされた、この犠牲の上に成り立つ、みたいなね、話を、こう、冗談っぽくしてましたけど、まあまあまあ、今はね、だいぶフェアトレードとか出てきたんで、うん、大丈夫と思うんですけど、まあ、100均でも、結局、その全店舗に回ってるものと、そうじゃないもの、あるじゃないですか。だから多分100均でちゃんと見つけられる人って、実はこれクオリティ高いの100円で売られてるっていうのも、あったりしますので、結構ね、で、ね、2000円、まあ2000円の僕ソルボは個人的におすすめなんですけれども、まあ1万2万出して、それでね、大きく改善見られたらいいんですけど、やっぱりね、テニスにもっとお金かけると、それだったらガクトにかけたいとかもいろいろあるじゃないですか。それ100均の中でもね、ちゃんと探していくと。そうするとまあね、100均行ってもね、こういろいろとこう見て、あ、これいいかな、あれいいかな。で、それこそ、ね、例えば、じゃあ月に1回買えるとしてもですね、12ヶ月とかもね、1200円するわけじゃないですか。まあ、1200消費税プラス、うん、かもしれないですけども。というので、これね、結構ね、100均クオリティでも、数が少ないところのは、かなり僕の個人的な期待値は高いですし、実際はまあ、ちょっと、使ったことありますけども、やっぱいい、当たりが出ると全然いいと思います。ダメだとすぐ変えてもね、いいと思いますし、はい。といった形で、皆さんのおかげで、またチャンネルが、はい、深みを増しました。はい、行きましょう。トシさん、今度、エクストリームプロと MP スケルトンイエローのラケットはかっこいいと思います。カラーリングも好きですね。トシさん、ついにエクストリームいきますか。はい。エクストリームは本当に、オーストリアだからかもしれないですけど、まあ向こうのね、ヨーロッパの方だから、ちょっとやっぱおしゃれなんですよね、色合いが。なんかすごく考えてるなっていう感じで。はい。攻めてるけれども、なんか逸脱してない。その、
大きなデザイン性がね、やっぱりそのヨーロッパっていうのはそれだけね、すごいんじゃないかなと勝手に思っていたりします。おしゃれな街ですからね。はい、まあ僕イタリアと スペインの田舎の方しか行ったことないんですけども、フランスは雪で足止め食らっちゃって、結局観光なしに、ただシャルルドゴール空港から、雪の中バスに入れられて、まあいいホテルだったと思うんですけど、そこ泊まってすぐ帰ってきたんで全く何も見てないんですけども、はい、ということでそこからですね、ありがとうございますテニスユフさん、はい。真剣にテニスをするとはっていうのでね、フランスからコメントいただけますかね。ありがたい話ですよね。しかもちゃんと見ていただいてるって、ね、本当にすいません。もう、前日のチケット、予選は、今年は35ユーロくらいだったかな。もう忘れてしまいました。笑い。もしいらっしゃるのはもちろんチケットは手配するようにしますよ。なのでお待ちしております。ありがとうございます。それはすごい嬉しい。あのね、全仏とウィンブルドンはね、まあ、ね、元いたお客さんが住まわれたりとか、まあ、知り合いの方が行かれたりするんですけど、やっぱね、コネクションがあった方が取りやすいし、やっぱり、伝統ある四大大会なんですよ。で、なんだろうな、まあまあ、全部こうね、ビジネスライクな感じあるんですけど、まあ、全米、まあでも全米も取ってもらいましたね。ありがとうございます。そう、オーストラリアオープンも行ったことないんですけど、まあだから、そのローラン・ギャロスと、ね、ウィンブルドンっていうのは、ね、横文字があるくらいですから、それだけですね。はい、あとはもうね、その選手たちはそこに調整してきますから、予選とはいえとか、予選でも相当いい選手ね、出てきますから、はい、日本で見るよりも、ね、こっちで見たいですよね。その時はよろしくお願いします。で、ユーフーさんね、また、来ました。いやいや、もう本当にね、すごい気使われる方だと思うんですよ。多分コーチやってて、もう疲れちゃって、日本でね、疲れちゃったってすごくわかる気がします。はい。まあ僕はまあ、そこまでではないですけれども、はい。すいません。間が空いてしまいました。日本では当然だと思っていても、海外ではそうではないというものも具体例ですが、なるほどなるほど。日本とね、まあ、日本でもテニスコーチしっかりされてて、で、まあ、その日本のいいところ、悪いところ、まあ、むしろちょっと悪いところでね、疲れ果てれて、向こうに行かれ、まあ、まあ、それは、ちょっと細かいところわかんないですけど、まあ、とにかく、まあ、どっちでも真剣テニスを取り組んで、いらっしゃるね、テニスユーフさんなんですけども、はい。ユーフさんはチャンネル上げていらっしゃるんで、ここからポンってアクセスすれば見れるんじゃないかなと、思うんですけども、はい。日本では当然と思っていてください。日本とね、このフランスと海外の違いね、のを上げてくださいって話したら、もう、律儀にありがとうございます。お答えいただいて、はい、であることですかね。これはテニスのレッスンの現場でも同じことが言えますというので、簡潔に言おうとしてこれだけ単純な文にしてしまいましたが、当然中間層がいくらでもあるということだけは注釈して加えておきます。めっちゃ頭の切れる方ですよね。僕このくらいの説明できたらもっといいコーチになれるんじゃないかなと思うぐらい、はい、いつも本当に、ありがとうございます。わかりやすくですね、論文をフランス語で提出されたっていうぐらいの強者ですから、はい、ただ、中間の層がとんでもなく広い。そうですね。自称中級の方めっちゃいますよね。あ、ここは中級というより初中級だよなとか、この人中級って言うからもう全然上級とか行けたりするよなとか、いろいろありますよね。つまり上限と下限の幅がめちゃくちゃ広いのが海外ですっていうのが、下限は本当にびっくりするぐらい日本の日じゃないぐらい、下もありますが、上限を見ると日本とは比較にならないくらい、の上がボロボロいます。もともとね、日本人選手が100位切れなかったね、頃とかね、その台頭してこなかった頃から、もう当たり前ですけどね、もうそういうの根付いてますから、なんかそこら辺に歩いて、テニスクラブに来てる、あの人、昔全仏出たんだよとか、そういう人、まあ僕も何回かね、海外にちょっとだけ行かせていただくことあるんですけど、こう、ザラザラいます。はい。100位とかそういう事件じゃない。50位は切ってるとかね。女性でも男性でも。全然そういうふうに見えないんですけど、テニスやられたら、あ、そうかっこいいな、なるんですけどね。はい。なんかそこら辺で歩いてるおじちゃんおばちゃんがめっちゃテニスうまいみたいな感じですよね。ね。上限見るとね、ボロボロいますね。日本は良くも悪くもまとまってるという感じですかね。ちなみにそのようなギャップの大きさに困惑した結果、例えば自分で何とかしていくを変に履き違えてぶっ飛んだ方向に偏屈になる海外、在住日本人は相当数います。なるほど。それは日本でも一緒じゃないですかね。なんか変な動きとか変な癖をそのままこう、ね、続けていく人は、そうじゃないんだけどなと私は思ってしまいますが、両極端に行きやすい人がそうなる傾向にあるようですってね。まあ確かにね。なんか日本人って、日本人って言い方もちょっとね、まあどうかと思うんですけれども、なんていうのかな、うん、なんかすごく、これ男性か女性どっちの方が多いですかね。あの、どれ方一緒かな、まあ、確かにね、偏屈そうな人とかはね。あと、僕、
日本人、これちょっとね、ユフさん、また、まあ、全然、あれですよ、絶対答えるってわけじゃないですけど、僕すごく思うのは、コーチさせてもらってて、なんていうのかな。この人よりも、私は、だから私は上手くない、俺は上手くないけど、この人よりはマシだなって勝手なこのカテゴライズする人意外といますよね。話の節々で、あ、謙虚なのかなと思ってたら、なんか、結構、あの人、いやでも、それインストラクターから見たら、その多分比較対象に挙げてる人の方が全然上手だし、なんだろうっていうのはあったりもします。もちろん全員がそうじゃないですよ。もうほぼ7割ぐらいはね、7割、8割ぐらいは、テニスに一生懸命な、もう自分にね、向けられた、人が多いと思うんですけども、それが、なんか外国の人って、ああ、もうしょうがないな、とか、もうなんか突き抜けてる人突き抜けてると思うんですよ。本当になんか、向こうで会った親御さんとかでも、テニスそんなに全然、この子本当に上手い、俺の勝手じゃないみたいな、レベルの子でも、いや、プロになるからこの子は、なります。でもどうなったかしないですよ、その後。でもなんか、極端でもいい意味で行き過ぎてるんですよ。で、日本人って、なんかこの一番上が、あと、ここら辺があったとしたら、下を見て、これよりはバシだから私ここって、これ謙虚さじゃないと思うんですよね。だそういうのが日本の方が多いかなって、外国の方っていうか、まあ、欧米の方ですかね、僕はの定義的に。まあまあ、どちらかというと、なんか、なんていうのかな、自分を持ってて、で、そのコミュニティがあって、別になんか他人と比較をしてても、俺はこいつより強いっていう発揮して、この人より、私は謙虚にしていますけど、この人よりはマシですよっていうスタンスであんまないと思うんですよ。僕、あれが一番ね、悪しき文化じゃないのかなと思って、まあ、それはまあ学校文化でもあるんですかね。この子めっちゃ賢いけど、俺、まあまあ、こいつには勝てないけど、このバカよりはマシだなみたいな、そういうのっていらないと思うんですよね。っていう勝手な個人的な感想なんですけど、まあそういう人が一番伸びないかなっていうので、感じますけど、まあそういう人とそんなにね、巡り合うことは、最近なくなりましたけども、ここって結構重要なのかなっていうので、すごくユフさんこのね、勉強になります。本当に。その、なんて言うのかな。これはね、はい。あ、僕行き過ぎてた？もしかして。そう、だから日本は、あ、これごめんなさい。これちょっと抜かしてましたね。日本では当然だと思っていても、海外ではそういうのではないという具体例ですかって、原告化に困りますが、いろいろな根底なのが、日本は同調、悪い意味では隠蔽、妥協の文化、海外は主張のぶつけ合いの文化、日本は誰かが手を差し伸べてくれる、海外は自分で何とかしている。なるほど、なるほど。であることですかね。これはテニスの現場でも同じことが言えます。ここの文章を抜かしました。ごめんなさい。はい。まあ、だちょっと僕の言おうとしてることと、個人的にはリンクしてるのかなと思うんですよ。だから、外国って、いや、俺なんとかしよう。俺はこいつより上手いよ。とか、俺はこいつに負けてるけど勝ちたいよ。でも日本人は、私は、この人よりは、全然できるし、この人には負けるけどっていう、なんかこう、上を見て謙虚にいるつもりで下をバカにしてるっていう、こういうのがね、割とあるんじゃないかなと思うので、ちょっと共感しました。はい、といった形でね、今日もありがとうございます。いってらっしゃい。